たというね、そんな声でしたね。まあだからこそ、やっぱりこう、ボールをちゃんと投げるべきだったんじゃないかなと思いますけどもね。相手の読みから外してたわけですからね。そうですか。さあ、それでは今日の試合のハイライトを見ていきましょう。今日は先発今井でした。初回です。ランナーを置いています。バレンティン初球、これがライトに上がりました。三塁ランナーが帰ってくる犠牲フライで、まずは1点先制したのは今日の試合ホークス。そしてなおもランナー2人置いて、このバッティング上林、これは豪快でした。低めには行ったんですが、スタンドまで持ってかれましたね。よく飛びましたね。4点目を取った初回のビッグイニングです。ホークス先発石川、こちらも初回にピンチがありました。山川の今シーズン第1号出ました。これはセンター方向です。この1本でもうゲームが全く分からなくなりましたね。本当そうですね。4対3。そして2回です。チャンスがあったホークスですが、これ満塁まで行って、しかし結果的には点が取れなかった。このあたり飛び損ねた部分が中盤までは苦しい展開になりました。ホークスしのいだ今井です。3回です。この回もホークスはチャンス、いい当たりだったんですが、牧原セカンドゴロ、取り出してダブルプレー。今井がこの回もしないんだ。2回3回ピンチしのいでいます。で3回の裏、ランナー3塁に置いたところでこの犠牲フライ、山川が打ち上げて、これで4対4、ライオンズが追いつきました。そして4回です。ノーアウトランナー2塁1塁から木村がこの送りバントを決めて、ここでチャンスを広げた。ここの4回の持っていき方ってのはライオンズ良かったんですよね。そうですね、木村もしっかりバントしてくれましたからね。そしてこの金子の犠牲フライで1点勝ち越し、この試合初めてライオンズがゲームをリードします。さらにスパンジェンバーグが変化球をレフト前ヒット、これで6点目、2点リードに変わりました。5回です。ランナー2塁に置いて、もうこの4回と5回は今井がエンジンかかってました。そうですね、バランスもよく非常にこう力が抜けて、ボールもやっぱり力がありましたよね。まあ、この5回で結局勝ち投手の権利をこの点で持っていたのは今井でした。そしてホークスピッチャー3番手の坪井、5回の裏ツーアウトランナー1塁、この最後の栗山のボールは力入ってましたね。本当コースといい、非常にいいボールを投げましたね。素晴らしいボールで三振に取りました。6回です。ワンアウトランナー2塁1塁、ホークス、このカーブでした。振り抜いた今宮健太の打球はレフトスタンド、逆転のスリーランホームランでした。この1球に泣いた今井です。7対6、大きな大きな逆転スリーラン。7回です。ピッチャーこの回から勝利の方程式に入っていきます。岩崎、ランナー2塁、もう絶妙のアウトコースの出し入れで打ち取ってきましたね。そうですね、非常にコントロールがいいピッチャーですね。はい、山田ショートゴロ、さらには外崎、低めのボールでした。結果的にはチャンスがあったんですが、ライオンズ点取れず。8回です。ピッチャーはギャレット、今日はストライクを取るのに苦労しました。フォアボール2つ出した後、そして上林がこのセンターへのタイムリー。結果的にはこの1点が本当に重くのしかかってきましたね。8点目、8対6から8回の裏、マウンドは6番手のモイネロ。完璧なピッチングでしたか。そうだと、そうですね、もう打てるボールがないですよね。シャリと抑えました。そして9回です。森脇がマウンドに上がりました。しかし甲斐に対してこのボールでした。これはどうでしょうね、カットスライダーかな、ちょっと内寄りに入って甘いとこでしたよね、
ソロホームランで9対6、そして9回の裏クローザーの森、ランナー2人、そして一発出れば同点という場面でありましたが、初球打ち取りました、ショートゴロ。山川残念ながらこのシーンでショートゴロで試合終了、ゲームセット9対6。そしてこの瞬間にルーキー津森がプロ2試合目の登板で初勝利、ルーキーでは最短最速での勝利をつけたということになります。このシリーズ1勝1敗になった第1戦でした。